回帰の間へようこそお越しくださいました。不動亭さんでございます。本当は怖い丸々というようなねお話をいくつかさせていただいているうちにですね、一つちょっと思い出した話があるのでこれもさせていただきたいなと思います。結構最近の話なんですけれども、いろいろ用事が重なってですね、睡眠時間がねあまり取れないというような日々が続いたことがあったんですよ。である日を境にね、その寝ると確実に金縛りにかかるようになってしまって、その時は朝方であったりとか、昼過ぎであったり、夜であったりとかっていうその空いた時間にね少しずつ仮眠をとって、で、いろんな用事とか仕事とかをねこう済ましていくっていうことをしてたんですけど、その合間に寝る時間にも確実にその、金縛りになってしまうという。で、金縛りになっても、解くことはできるんですけど、やっぱり解くとね体力を使ったりするのでやっぱり疲れちゃうんですよね。だから休もうと思っても休めないっていう日々が続いてしまってですね、でやっぱりストレスが溜まってイライラもしますし、睡眠が取れてないので体調もやっぱり崩してきますしっていうのが続いたんですよ。で、ある日ね寝てると頭の方からねすっと目の前に影が来たんですよね。その影が頭であるということもすぐに分かりましたし、それが女性であるということもすぐに分かったんですよね。で、連日のこの確実に寝る時にかかる金縛りがこの女の方の仕業だということもすぐに分かりました。で、なんとかしたいんですけれども体が動かない。で、体が動いたところで多分この方はすぐに逃げてしまうだろうということもやっぱり分かりました。で、どうしようかなと思ってた時にその影がね似たりって笑ったんですよね、目の前で。で、それも連日金縛りにかかって睡眠が取れてないだろうっていうのが分かった上での似たりっていう笑いだっていうことが分かったんですよね。その時にこのイライラがピークに来てしまいましてですね、なんとか、言い方悪いですけどやっつけてやろうという気になっちゃったんですよね。で、そこで思いついてしまったのが、その自分が、分かりやすく言うと幽体離脱をすれば頭をつかめるんじゃないだろうか、で、その頭をつかんで投げてやろうっていうことを考えてしまったんですよね、その時に。で、じわじわその幽体離脱をしてもバレるだろうから、できるかできないかわからないけど一度やってやろうということで、せーのでバッと起き上がって頭をつかんでガッと足元の方へ投げるっていうことができたんですよ、その時にね。で、あ、投げれたってなって、その安心感で、ああよかった、これで寝れるわっていうのをなぜか直感で思ってスッと横になったら、体の方に戻れたんですよ。戻れたで、そのままスッと睡眠に入りました。で、寝て起きるとですね、もう今までにない爽快感があって、あ、やっとちゃんと寝れたわってなってたんですよね。で、そこからいろいろ用事が片付いていったんで、夜ちゃんと寝れるようになってっていう日に、ちゃんとしたサイクルに戻ったんですけれども、その時にですね、また何かあったら幽体離脱して投げりゃいいわっていうことを思ったんですけど、次の瞬間にダメだって思ったんですよ。っていうのも、一度そうやって頭をつかんで投げれた、投げれたから良かったんですよ。あれもしね、こちらがテイソンが掴まれてそのまま引っ張られでもしたらね、多分戻ってこれてないんじゃないかなって思うんですよね。そのまま連れて行かれてたんじゃないかなって思うんですよね。なので、すごいことをしてしまったな、すごいことを考えてしまったなっていうのを思うとゾッとしましたよね。帰ってこれてよかったなって。もしあのまま連れて行かれてたら本当にもう息してなかったんだろうなっていうことを思った時にすごく、ゾッとしました。なので、幽体離脱を自分の意思でできる方は、もしね幽体離脱をしても幽霊を投げようとか、思わないようにねしていただきたいなと思います。というところで今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。背筋がキュンとなってチャンネル登録、高評価お願いします。チャンネル登録してくれないと。